皆さん、おはこんばんちはナラーです。私、ナレーターの PJ 荒北仮面パイセンです。本日は、江戸翔平の心旅、江戸翔平心旅第1話、トゥーバイクエンジョイとの出会い、江戸川サイクリングロード編、お届けしたいと思います。それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。読んだ方がいいかな。江戸翔平さんはじめまして、荒北仮面さんはじめまして、チャリオくんはじめまして、あれは半年前、江戸祭でセミが鳴き声で賑わったところか、栃木の田舎から来たローディが江戸祭で右も左も分からず寅さん公園でうずくまって泣いていると、どうしたんだいと声をかけてきた人が、顔を上げてみるとそこには仮面をかぶった悪魔と江戸祭の妖怪、変態紳士がいました。ちょっとこれ納得できないけど、まあ変態紳士、怯えた田舎者は物陰に隠れましたが、大丈夫大丈夫、怖くない怖くない、最初だけだからと意味不明なことを言い、変な踊りをしながら仮面と変態が近づいてきました。東京って怖いな、栃木へ帰ると田舎者が逃げようとしましたが、納車したばかりの自転車、なんかかっこいい自転車だったな、ちょっと覚えてる、ギアの調子が悪くて逃げられませんでした。もうダメだ、諦めた。その時ガチャガチャと自転車をいじる音が、よしこれで OK、 大丈夫だよ、仮面と変態は自転車を直してくれました。田舎者が悪気に取られていると、もう大丈夫、どこに行こうとしてたんだい、田舎者は海を見たいんだ、それなら案内してあげるよ、仮面さんと変態さんが、この辺りは僕らの庭だからね。釣ってって書くのもあれだからな。海まで連れてってくれるとのこと。道中二人はいろんな話をしてくれました。なぜ仮面の呪いにかかり仮面を剥がせなくなってしまったのか。なぜ変態紳士という妖怪にジョブチェンジしてしまったのかを。元は人間だったということも。途中仮面の人はこれから仕事だとクールに去っていきました。悪魔も仕事するんだなぁと考えていると、さあ着いたよ、目的地である葛西臨海公園に到着。壁の向こうは本当に海があったんだ。感動して後ろを振り向くと、そこには妖怪紳士はいませんでした。狐につままれたような感覚。あの二人は一体、この物語の後日談というか、今回のオチ調べたところ、仮面の人は荒北仮面、御年10、100、1000、ま、御年5万55歳10万55歳、ちょっと間違えてるけど、まあちょっと足りないけどね、はい、際のベテランらしく、この世にはびかるマンドリルたちを退治して回ってるらしい。変態紳士は江戸祭を生息地にしている妖怪で、ただの変態の馬場さんとも呼ばれてるらしい。馬場さんね、今でも江戸祭を走ると思い出す。あの二人は一体今何をしているのだろう。今頃サイクルスカートをなびかせて、どこかで困ったローディーを助けているのではないだろうか。ちょっと寅さん僕この物語はまあ一部に基づき構成しております。トゥーエンジョイ、トゥーバイクエンジョイさん、ありがとうございます。ということは多分葛西臨海公園かな、寅さんから そこをちょっと回ってみましょう。そうですね、ちょっと記憶にね、ある俺もちょっと記憶にあるんで、確か常夜灯公園で変速機が壊れてて、そう調整がずれてたんですよ、ね、ワイヤーが伸びて、ちょうど新車で来てね、いいバイクだったですね、本当に羨ましいです。
じゃあ行きましょうか。海を目指しますか。そうですね。これから今ここどこなのかな。今ここどこですかね。ここどこかな。三郷ら辺。三郷か野田と三郷の間ぐらいです。流山ちょっと越えたぐらいかな。流山か。そうですね。ちょっと遠いですけど頑張りましょうか。あのビーカメさんも途中で待ってるんで。そうですね。はい。待たせちゃうとちょっとみんな夜ご飯なくなっちゃうんで、じゃあそれでは行ってきます。行きましょう。はい。どっちかな？あ、あっち？あっちだ。あっちですね。はい、行きましょう。はい、自転車。はい。よいしょ。あれ、俺だけ先行っちゃうのかな？寂しいけど、じゃあビーカメさんのところで待ってます。はい、行ってきます。行ってください。行ってください。あ、重い。アナキット仮面。ここですかね。この辺なんとなく覚えてんだけどな。この辺ですか。で、あ、ここそう、ここ上がったところ。あ、ここ上がったところですか。でもこんなに人いなかったんだけどね。ああ、多いな。夏頃でしたか。そう、夏頃。あ、なる。そうですね。夏頃やっぱりちょっと暑かったか、暑かったですかね。うん、暑いと人出ないしね。うん、あ、天気も。そう、なんか出た時曇ってたけど、夕方になったらちょっと晴れ間が晴れてきました、ね、出てきてよかった。いいですね。なんかお腹が空いてきた。お腹が空いてきましたか。まあ、ちょうどコーヒー飲めるかな。コーヒー売店ありますか。売店、うん、そう、あのね、自販機はね、あるの確認した。あ、自販機あるんですね。あ、でもなんか売店、あ、売店がある。でもやってるのかな。ちょっと見てみますか。あ、なんかね、電気ついてる。あ、なんかおばちゃんがいる。おばちゃん、ちょっと行ってみますか。寄りますか。寄りますか。じゃあちょっとチャリオくんここだ。待っててね。ね、森永製菓のアイスマンジュ。アイスマンジュ。アイスマンジュ。俺、これすごい好きなんだけど、中に嫌いな人、意外とね、いたりするんだけど、うん、あ、これ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 。一口じゃ食べれないな。一口じゃ食べれない、うん。一口じゃちょっと罰ゲームになる。罰ゲーム。どうですか、あの、2時間のサイクリングの後のアイスは。うん。ちょっとね、足りない。足りない。うん。まあ、補給食の一つ、ね、ちょうどね、うん、すみません、ありがとうございます。あげたいけどあげれない、ごめんね。今度ね、ちょっと歩こう、うん、ちょうどいいレモン、うん、いいですね。それではトゥーバイクエンジョイさんと江戸翔平さん、仮面の男の初エンカウント、出会いを再現したいと思います。あれ、自転車ローディーさん、どうしたの。ん、大丈夫、ギアがおかしいの。へえ、綺麗に入らない。音がする。どれ、あ、カリカリ、ああ、カリカリ、そうか、これ調整したことないでしょ。調整ってなんすか。とね、ここをね、はい、あのワイヤーが伸びちゃってね、はい、いろいろね、これの引っ張る量が変わっちゃう。あ、はいはいはい、あ、なるほど。そう、そこいじるんですか。そうでね、その調整するのはね、これこれ、名前はちょっと忘れちゃったけど。え、じゃあちょっとじゃあね、ちょっと回してみて。回せる。うん、そうそうそう、それでね、カリカリ、こう見たときにね、この音がね、消えないところ、そう、いろいろね、メーカーによってね、お、音消えた消えた、うん、メーカーによってね、こうやって調整してくださいってあるんだけど、もうこう見てまっすぐにね、なるほど、そう、そう、お、音しなくなったね。お、いいじゃない。完璧です。うん。ありがとうございます。これはね、基本。基本ですか。うん。でも、分かんなかったら、自転車屋さんに行って、そう思ってって調整した方が、本当は一番いい。わかりました。
自転車屋さんプロだから。ありがとうございます。でもそれを見て目で盗んじゃったほうが、あ、そうね、そう今みたいにやる、そう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 、はい、頑張って、はい、うん。そういうわけで視聴者さんの方には全く興味がないとは思いますが、3人のおっさんの初エンカウントシーンクソ再現できましたので、ゴールの葛西臨海公園目指していきたいと思います。お手紙の人がと最後に会ったのはどこですか？ちょっと暗いからね、わかんないけど、多分、うん、こっちですか？うわ、すごい、お、ここですごいって言えばよかったあ、真っ正面すごい、あ、なんか左屋台ありますけど、見に行きます。あれ、たまにあの、もう観覧車より屋台にしましょう、屋台にしましょう。もう5キロ走ってるんで、お腹空いちゃいましたか？お腹空いちゃったんで、必殺の。さっきのアイスはカロリーゼロです。空いてるかな？見ていいです。はい。麻婆のアイデアが。食べれるかね。食べれるか。いただきます。はい。ありがとうございます。もちろん。あ、これ。大丈夫ですか？うん。こっちですか？ゲートブリッジ、あれゲートブリッジが見えてるんじゃないですか？ゲートブリッジ光ってますね。え？行ったもん。それはマジの話ですか？ここですか？はい。あ、スタンドあるんですね。買えないパターンですね。あ、時間が、そうですね、時間が止まるようになったんだな、知らなかった。海抜 3.7m、 ここ0 m じゃないんですねあ、でもちょっと高いですもん、ちょっと高いですもん。ここが海抜になるんだ。なるほど。言わせた到着ここだ、こっちだ、こっち、ここなんですね。ここですね。ここが妖怪が消えた場所って言われてもうなんかすっかり、こんばんは。こんばんは。あ、もう夜になっちゃいますね。なんかこれ、まあ、トゥー、そのお手紙のトゥーさんという方は、そう、ね、すぐにお別れ、10分ぐらいかな、10分15分ぐらいで、ドローンしちゃいました。で、多分その後なんかいろいろなんかよく回ってなんか楽しんだっていう情報をちょっと聞いて、そう、お手紙の中にもね書いてあったし、
宮だ。そう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 。そうそう、栃木だ。山もいいけどね、たまにはね。東京よかった。未来は考えたな。うん。またね、晴れてる時にね、来れたらいいかな。じゃあ、焼きそばでも。飲むのないんで本当に気をつけてくださいね。これ1キロ弁当じゃないの？でも500グラムは多分あると思う。こういう時って卵をどうします？潰します？それとも卵は端っこから、端っこか、これ食べてて最後に、最後に。ああ、そうか、俺ダメなんですよ。どうですか、屋台の焼きそばは。美味しい。美味しいですか？普通に美味しい。まあ、飲み物がないのがね、ちょっと、ね、焼きそばだったらコーラかな。コーラですね。そう、ジャンクフードですね。ジャンクにはやっぱジャンク。そうですね。ごめんなさい、本当に普通に美味しい。コーラに合いそうですか？コーラに本当に合う。もっと早ければ多分自販機で、そうですね、買えたんだけど、ね、今回このお店閉まってますね。来る時には自販機が閉まる前に見たい。そうですね。ね、このまま終わっちゃうのもあれなんで、次のお手紙待ってます。で、次のお手紙のスタートはここからになります。ここから、ここから。かしこまりました。よろしくお願いします。じゃあまた。お手紙や、こちらへ。そうですね、こちらへ。はい。お願いします。